こんにちは、ゆかです。もうあっという間に年末ですね。実は去年の今頃にも2023年のビジョンボードの作り方っていう、ね、動画を作ったんですけれども、ちょうど12月の今頃皆さんも来年の抱負のこととか考え始める頃なんじゃないでしょうか。2024年のビジョンボードは Adobe Express を使ってさらにパワーアップしたものの作り方を紹介したいと思います。 アドビエクスプレスは誰でも簡単に魅力的なコンテンツ、SNS の投稿だったり、チラシとかバナーとかいろんなものをね、作成できるデザインツールです。無料プランとプレミアムプランがあって、無料プランでずっと使い続けることもできるし、プレミアムプランに入ると使える機能とかテンプレートとかアセットがいろいろと増えます。 ちなみに、すでにアドビのプランに入っている方は、追加料金なしでアドビエクスプレスはももうそのプランに含まれている場合があるので、ぜひ皆さんがお使いのプランもチェックしてみてください。 すで既にアドビ製品に馴染みがある方もそうでない方も結構直感的に使えるツールなのでぜひこの動画を見ながら皆さんもこのビジョンボード作りにチャレンジしてみてくださいちょっとアドビエクス e s スに入る前にそもそもビジョンボードって何ですかっていう話をねしなきゃいけないと思うんですけど基本的になんかこんな自分になりたいなっていうイメージをビジュアルで表現したコラージュのようなものです 可愛いいコラージュみたいだけど、実は結構実現しちゃいます。私が去年実際に作ったビジョンボードを見ると、その時はね、何気なくちょっとこれ入れとこうかな、みたいな感じで入れたものも、いくつかなんか気づいたら実現しちゃってました。例えばね、パリ、ベルリン、韓国の風景を入れてたんですけど、全部そこ行きました。あとジムに通うっていうのもね、その1月というか12月とか1月の時点では何も こう、具体的な案がなかったんだけど、夏頃からね、通い始めて、今もしっかり、ちょっと旅行とかで間空いちゃうこともありましたけど、結構ちゃんと通うことができました。フィルムの写真をもっと撮りたいという目標もあったんで、そういった画像も入れておいたんですけど、なかなかちょっとね、フィルムは思ったほど撮れなかったけど、この画像にあるようなフィルム写真を、フォトブースみたいなのを、 この前実際に撮ってきたので、なんかね、すごくないですかでもこれって魔法で叶ったみたいな話ではなくて、あの、実際に自分がこの一年を通して判断して、あ、ここ行こうとかこれやろう、これ買おうみたいな感じで行動しただけなので、別に魔法ではないんだけど、絶対ね、なんかこの潜在意識に働くと思うんですよね。なので、なんとなく一年の進みたい道の地図を作るようなイメージです。 去年はオンラインで見つけた画像とかを使ってコラージュを作ったんですけど、それだとね、まあイメージ通りの写真が見つかりにくかったり、まあ言うても他人の写真なので、なんかちょっとこう、実際に自分が実現できるのかみたいなイメージが湧きにくかったりしたと思うんですけど、今回は Adobe Express のいろんな機能を使って、簡単により具体的なイメージを作って、さらに SNS でも最終的にいい感じにシェアできるようなものを作っていきたいと思います。 今回紹介する機能はデスクトップのブラウザー版の Adobe Express で使えるものです。Adobe Express では作りたいデザインのサイズから始めたり、テンプレートから始めたりすることができます。チラシとか SNS 用の簡単な動画を作ったり、AI で画像生成したり、画像や動画の背景を削除したり、ワンクリックでアニメーションを作れます。 最終的に作ったデザインをプラットフォームに合わせてリサイズしたり各 SNS に直接予約投稿までできちゃうので忙しいクリエイターにとってめちゃくちゃ便利なツールですまず最も重要なのは皆さんがどんな年にしたいのかっていう何を実現したいのかそんなことをいくつかちょっと考えてみてください私はちょっと例として3つのことを考えてみました1つが新しい髪色にチャレンジする テック業界の重要な人にインタビューするようなコンテンツを作る。そして夏のヨーロッパに行くという3つを例として使ってみたいと思います。じゃあまず新しい髪色にチャレンジする画像を作ってみましょう。え最終的に私はインスタグラムリールとしてアップしたいので、テンプレートから選ぶこともできるし、 白紙から作成することもできます。私は白紙からやってみたいと思います。私は自分の写真を使ってやっていくので、ちょっと1個この写真を持ってきました。皆さんもご自分の写真を使えれば、ぜひ使っていただきたいんですが、もしなんかいい感じのがなければ、Adobe Stock でたくさん画像がありますので、ここからね検索したりもできますので、お好きな、 画像を探してててそこから使ってみてくださいじゃあ私はこの写真を使っていこうと思うんですがまずは髪色をちょっとなんか別の髪の色にしてみたいということででも似合うかどうかってすごい分かんないじゃないですかだからちょっと生成塗りつぶしを使って似合うかどうか確かめてみたいと思います髪ここの部分に対して生成 AI を分に対してく AI を やってくださいねっていう感じですね。こんな感じ。スカイブルー色のカーリーな髪の毛。おっと、<laughs> なんかすごいことになっている。<laughs> 普通に青,青,あ青の方ががんか綺麗に出たなこんな感じとか <laughs> なんかすごいパンクロックみたいな感じになってますけどちょっと目にかかっちゃったんだなこん,こんな感じかななんとなくイメージ的にはどうでしょうか似合ってますか これをじゃあ一旦 OK にして1個できましたこれがあるとなんか全然知らない人の青い髪の毛を見てるより自分が実際にやったみたいな状態を見れるのですごくイメージが湧くと思いますもう1個やってみましょう次はこの写真を使ってちょっと誰かにインタビューしてるみたいな写真を作りたいと思いますちょうどここに 誰か置けそうじゃないですかちょっと誰か <laughs> 探してみましょう。まずインタビューなので、この手にマイクを持ってる感じにしようかなと思います。えー、さっきと同じように、生成塗りつぶしで、ちょっとこの手を選択して、マイクを持っている手を、 あなんかいいんじゃないですかこれこんな感じになりました結構手って難しいからね AI でもすごい綺麗にできたできたえー、っとじゃあちょっと CEO みたいな人を探していきたい CEO 良さげなインタビューしたい人あなんかこの人とか良さそうじゃないですかちょっとサイズを調整して背景を削除これを押すと勝手に背景を削除してくれますめっちゃ簡単です こんな感じ。ちょっとじゃあ私も背景を削除して私の手が下に来ちゃってるから上にあっプラントが <laughs> 消しゴムちょっとこの残っちゃった葉っぱを消しましたこんな感じねどうですかインタビューしてるっぽいこれで背景も必要ですよね背景を 探しましまょうなんかオフィスオフィスっぽい感じのところなんかいいのあるかしらあじゃあこんな感じのオフィスで一番下のレイヤーに持ってきてダダダンとこんな感じにしてちょっともうちょっと大きくしよう縦型のフォーマットがちょっと難しいけど こんな感じでちょっとインタビューっぽくないですかはい。ちょっとこの背景がピンと合いすぎだから若干これでぼかしたりもできます。ちょっと背景ぼかして。こんな感じで。あ、いいんじゃないですかここになんか文字入れたりとかしたらインタビューしてる風です。次は夏のヨーロッパですね。次に使う写真はこちらです。これなんだけど背景を うちの屋上じゃなくて、ヨーロッパのビーチにしたいです。ということで、まず背景削除しておきましょうか。こんな感じで、この椅子残っててもいいか。じゃあテキストから画像生成で、縦で、これを背景にしたいので、ちょっと背景に持ってきて、夏のギリシャの ビーチリゾートパラソル青い海青い空これどうでしょうコンテンツタイプは写真にしようおこれちょっとでも椅子が あでもちょっとこんな感じこんな感じいいじゃん私がビーチチェアに座りたいんだよなビーチチェアあこれいいじゃないですかちょっとこれでこれで背景背景を削除の はい。背景を削除して、ちょっと <laughs>。サイズ感が、ちょっと。あ、いいんじゃないですかこの遠くから見たら。ビーチチェアに私たち二人が座ってる感出てきた。おー、これで私とピノがギリシャのビーチに行けました。<laughs> はい。ということで、こんな感じで三つの画像が 超簡単にできちゃいました。これでさらに、この作った画像とか、その他のインスピレーションの動画とか画像を集めて、ちょっと簡単に動画にしてみたいと思います。もうすでにね、タイムラインになってるんですけど、動画として始めたので。だけど、例えば、ここに、いろんなトランジションを追加したりとか、アニメーションを追加したりとか、いろんなことができちゃいます。最後にね、テキストで、 こういういろんなテンプレートからタイトルとかを入れることもできるし、毎2 0 2 4みたいな何か好きなテキストを選びますよね、こんな感じで。で、そしたらテキスト効果というのがあって、ここでも AI が使えちゃいます。プリセットとかもあるので、この中からね、好きな感じのものを選んでもいいし、自分でさっきみたいにプロンプトというか、こんな感じがいいですっていうのを入れることも できます。これは何月ですか月面とかね私は何かさかわいいガラスみたいなのがいいんですよねいってみましょうえっとぷっくりした 3D のガラスをいいんじゃないですかじゃあこんな感じでちょっとこっからまたいろいろと別のものを加えたり。 手を入れてできたのがこちらです作ったデザインはこの共有ボタンから各 SNS に予約投稿までできちゃいます他のツールだと この動画とか画像をダウンロードして、エアドロップして、iPhone から上げてとかやらなきゃいけないことが多かったんですけど、Adobe Express では直接できちゃうので、めちゃめちゃ便利です。もう私はね、Instagram のアカウントをここに繋げてあるんですけど、簡単に連携することができます。これで、じゃあ例えばリールズでキャプションを書いて、今すぐ公開とか予約投稿、いつ投稿するみたいな。 のを設定して予約投稿できますということで今日は Adobe Express を使って実現したい未来をより具体的に可視化できる進化版ビジョンモードを作ってみました Adobe Express を使えば誰でも簡単に生成 AI にチャレンジできるのでぜひ皆さんも試してみてくださいもし皆さんもこのビジョンボードを作ってみて SNS にシェアされる際は私をタグしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです皆さんの2024の 目標ビジョンボードをぜひ見せてくださいもしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ